はい、皆さんこんばんは。製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速ね、晩酌やっていきたいと思います。でですね、今日はうちの母の四十九日のね、法要があって、でね、四十九日の法要無事終わって、で法要の後ね、親戚の皆さんと会食ということでね、会食のこのお弁当をね、皆さんで食べて、で残ったやつね、持ってきました、ね、晩酌に食べようと思ってね。これ2段になっててね、こうもうこれの同じぐらいの大きさのやつがね、2段になってて、ね、2段のね、折り詰めのお弁当になってて、その1段目はね、お寺さんで食べてきてね、で全部食べられないんで残して、それは明日のね、お昼のご飯にね、お弁当にこうね詰めて、お弁当みたいにしたんでね。で、残りのやつを今日はね、晩酌につきました。で、あとはあんこうのともあいがね、残ってたのと、あと卵豆腐がね、これ賞味期限5日も過ぎちゃってたんでね、ちょっとどうだかわかんないんですけども、一応もったいないんでね、つけました。今日はこれでね、晩酌やっていきたいと思います。ではまずは飲み物からね。飲み物は、朝日さんのドライゼロ、ね、ノンアル、よいしょ、ノンアルで、おー、カメラじゃない、ライトの位置悪いかな、よいしょ。では焼酎、中身はいつもの大五郎師匠入ってます、よいしょ。ではこんな感じで軽くかき混ぜて、ではこんな感じ、シュワシュワね、いつものシュワシュワですよ。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。ではシュワシュワで乾杯いただきます。うん、富士山、ピンボケ、ピンボケかな、合ってるかな、ピンと、ちょっとモニター越しだといまいちわかんないですけどもね。じゃあ飲んじゃいます。じゃあおかわり作ってね。やっと四十九日、もう早いですね、あっという間でしたね。なんとかね、四十九日の法要もね、うまくできたかどうかはわかんないですけども、なんとか終わらせました。うん、ねえ、いやなかなか大変ですね。では一回ね、置いときたいと思います。ではまずはね、この折り詰めのね、仕出し弁当からね、いきたいと思います。いろいろ入ってますね、ちょっとずつね、いろんなのが入ってますね。ここはナスの天ぷらとエビの天ぷらと、あと海鮮シューマイ、イカ、あのエビシューマイか海鮮シューマイかなんかついてますね。うん、でこちらは鴨のスモークかな、これね、鴨のスモークみたいなのと、あとエビのね、グラタン、あとイチゴがついてますね、1個で。こちらがタケノコと糸コン、結びコンの煮物みたいなのね。でこっちは鮭のお寿司ですね、いい寿司だと思いますね、鮭ので。これは数の子のわさび漬けかな、うん、青森だとねよく食べますね、これ。で、あとこれはねよくわかんないんですけども、鶏肉っぽい感じしますね、うん、見た感じね、鶏肉みたいな感じでね。何からいきましょうかね、どうしましょう、ちょっと、あ、シューマイ食べてみたいな、先に。あー、からし持ってくの忘れたな、まあいいや。いや、シューマイ、ちょっとね、お醤油ついてたんで、お弁当にね、ついてたお醤油をちょっとこうかけて。よいしょ。で、シューマイからいただこうかな。シューマイ美味しそう。ちょっと割って、どうなってるか、ちょっと割ってね。よいしょ。
おお、こうですね。やっぱカニ、カニかエビのシューマイって感じかな。もうちょっとお醤油欲しいな。お醤油別にまた持ってきたんでね、なくなっても、あーピントか大丈夫なんで。ではこれでね、シューマイ、シューマイからいただいてみたいと思います。ではいただきます。うんうん、なんだろう、やっぱりエビシューマイかなこれ。うん、エビシューマイだと思います。うんうんうん、おいしい。うん、ちょっとずついろんなのがね、種類たくさん入ってて食べられるの嬉しいですよね。ではシュワシュワ飲んで。ではお次は野菜サラダ野菜サラダですね。今日の野菜サラダはこちら、2分の1日分の野菜が取れる緑黄色野菜ミックス、また半額だったんでね、買ってきましたね。税込みで107円ね。1日の2分の1日分の野菜ってことでね、 175g 入ってます。 175g で107円でかなりねお得なんで、もうぎっしり入ってますこのボールに。ほらわかるかな。それにね、トマトを2分の1個といつものあのサラダチキン、これ生協さんのねサラダチキン乗せてます。これでいただきたいと思います。じゃあいつもの利権さんの癖になるうま塩ドレッシング、半額だったら買いですね。ちょっとね、定価でね200円で買うにはちょっと高い感じしますけども、半額で買うんだったらありかな。手間ねかかんないんでね作る手間かかんないんで、100円ぐらいで買うんだったらもう全然いいですよ。まあ時々あれしてます、話してますけども、ああおろしのタレね、エパラさんのおろしのタレ、コンビニだとかあとハンバーガー屋さんだとかのサラダ買うより全然いいですからね。ほんとね、そういうところのやサラダに比べるとね、量もすごいボリュームあってね、安いですからね、おすすめしますよ。ああ、まあまずサラダ、サラダじゃねえ、トマトからね、トマトからいただきます。うん、ああちょっとトマトが落っこちそうなんでちょっと移動させて、もう中はもうほぼね、キャベツですよ。7種類一応、7種類、ああ緑黄色ミックスだから、この辺かぼちゃとかね、わかるかな、かぼちゃ入って、人参とかも入って、あとこの辺パプリカとかもね入ってましてね、あと紫キャベツなんかも入ってますけども、それのはねちょっとだけね、上のちょっとだけ乗ってて、中はもうほぼキャベツですもうキャベツの千切りね、よいしょ、こんな感じで。これもね、キャベツの千切りとかね、ハムとか乗っけて、コーン乗っけて、サウザンドレッシングで食べれば美味しいんでしょうけどもね。サウザンドレッシングね、キャベツのねサラダにサウザンドレッシングすごいよく合うんですけども、やっぱカロリー高いんでね。じゃあこれね、いただきます。うんうんうん、おいしい。中はねもうキャベツですよ。うん、でこうね、例えばうちのこの母のね、四十九日の法要のこの仕出しのお弁当ね、これね2段目ね、これ写ってるのは2段目のおかずなんですけども、1段目のおかずはね、マグロのお刺身とタイのお刺身と、あとボタンエビのお刺身かな、
うん、甘エビよりね若干大きかったんでね、ボタンエビとか、まあ、その辺のお刺身だと思います。それとなんかニシンのこう煮付けとか入って、あと数の子入って、あ何入ってたかな、 あとホタテとか、タラの焼いた魚、タラの切り身焼いたのと卵焼き、この辺はね取ってあってね、あの持ってきてね、明日のお昼にお弁当にして食べようと思ってね、お弁当もね詰めてあってね、これは明日のお昼食べますけどもね。あと何ついてたっけな、ちょっとねあの親戚のねいる手前ね、写真撮ったり動画撮ったりとかできなかったんでね、うん、本当はねそれもお見せしたかったんですけどもね、うん、あ本当にあと何ついてたっけな、まあ、写真撮んないとすぐ忘れちゃうんですよね、うん、もう結構ねもうこの大きさのおかずが2段ですかね、これ1段これ2段で、ね、でご飯さらにそれにさらにご飯ついて、結構ねすごいやっぱりお金出しただけのことはあって豪華な仕出し弁当でしたよ、うん、うん、ね、親戚の方とね昔話しながらねお弁当食べてね、ありがたいですよね来ていただいて四十九日に、うんうん、ちょっと汚れてるんでちょっと拭きます、よいしょ、ではまたシュワシュワね、シュワシュワ飲んで、本当になんか お刺身食べたのはねすごい記憶にあるんですけど、他のおかずがあんま思い出せなくてね、何食べたっけな、ニシンと数の子は覚えてますよ、であと紅生姜が なぜか紅生姜が入ってましたけどね、紅生姜と あとホタルイカが入ってましたね、ホタルイカが入って、ホタルイカの隣に何だっけな、何か入ってたんですけどもね、すぐ忘れちゃいますね。やっぱね、ダメですよね。もうなんかもう年取っても記憶もね、なんか全然ダメですよ。ではお次はね、七味唐辛子をちょっとこう振って。これはね、あんこうのともあえ、この間も動画で紹介しましたけども、青森のね郷土料理ですね、あん肝にあんこうの、あの皮とあんこうの身をねこう混ぜてあえたやつね、であんこうのともあえっていう、この辺これね、これ黒いの皮ね、あんこうの皮プルプルのね、コラーゲンのプルプルのね皮、これがね美味しいんですよ、いただきます、うん、間違いなくねもうご飯のおかずにはなんないと思うんですよ、間違いなくねお酒のつまみですよ、これはねあんこうの身のところですね、うん、これもなんかちょっとこうね、なんかこう柔らかそうな皮とかそんな感じのところなのかなのかな、うん、これもねプルプルしてる感じでいただきます、うん、うん、牛すじみたいな感じ、なんかコラーゲンの塊みたいなね、うん、いや美味しいやっぱり、うん、ではねここはちょっとね日本酒、ちょっとね青森の地酒ばっかりだとなんなんで、今日はね腰の乾杯残ってたんでね持ってきました、これね半額でね、前に半額で買ったやつね、この値段だったらいいですよね腰の乾杯ね、
あの日本酒ブームのね、昔日本酒ブームがあった時に、ね、腰の乾杯ね、あの日本酒ブームの立役者みたいな感じでね、昔はプレミアついててね、なかなか買えないお酒だったんですよ、腰の乾杯も。うん、あとは上善水のごとくでしたっけ、あれも昔あの なんか大丈夫か、ゴミ入ってる、なんか入ってるの、ちょっと待ってください、申し訳ないですね、なんか入ってたんで、ね、もう綺麗にしましたね。昔の日本酒ブームの時はね、上善水のごとしなんていうのも、あの辺もねプレミアついてて、なかなか買えないお酒だったんですよね。では腰の乾杯でね、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、これもね日本酒のこう香りがふわっときますね。で辛口になるのかな、腰の乾杯って辛口になるのかな、ちょっと腰の乾杯の白ラベルね、普通酒ってなってますね。爽やかで力強く後味に跳ねるような抜群のキレをお楽しみいただける普通酒、晩酌の酒として地元で愛され続ける定番の味ですってことで、うん、ちょっとね辛い系でキレがあるって感じですね。辛みがあって、うん、辛みがキレってことなんでしょうね。うんうんうん、爽やかですよ。うん、でこう日本酒の香りがね結構ね強く出てるんで、それが力強い感じっていうことなんでしょうね。うん、辛口でキレがある、キレがあるっていうのはあれなんですね、余韻が長く続かないってことなのかな。日本酒のこう香りがこうそんなに長く余韻続かなくて、そういうのがキレがあるっていうんでしょうかね。辛口で美味しいですよ。うん、でも日本酒の香りはしっかりありますよ。うん、美味しいですやっぱり。ではじゃあこっちのね仕出し弁当の折り詰めからまた何か行ってみたいと思います。まあエビはちょっとね、エビグラタンはラスボスにちょっと取っときたいんで、この辺ね、アイガモだと思うんですけれどもね、アイガモのスモークじゃないかな多分ね。これいただいてみます。いただきます。うん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 、おいしい。あ、これはね、ちょっと待ってくださいね、これはねやっぱウイスキーに合わせたい味ですね。スモークの香りがすごく良くてね、ちょっと塩気があってね、鴨のねちょっとこう強い感じの味っていうんですかね、それにね油がね、鴨の油がトロトロでね、すごい美味しかった。なんでねやっぱりスモークにはねスモーキーなウイスキーが合うと思うんでね、ティーチャーズ買ってきました。安かったんでね、これもね税込みね1000円切るぐらいで売ってたんでね、ティーチャーズに今回はねしてみました。やっぱねティーチャーズは結構スモーキーだった気がするんで、よいしょ、アイガモのねこのスモークに合うと思います。あ、これもあまりこうトクトクトクって言わないですね。うん、ではティーチャーズロックでねいただきます。あ、合うな。うん、このカモのねスモークの感じとこのティーチャーズの煙感じ、ピートのこの感じがすごくよく合いますよ。うん、いやーこれねいい組み合わせですね。うん、今度ティーチャーズ飲むときはこういうスモークなんか用意すると結構美味しいかもしれないですね、燻製関係のねおつまみ。うん、
ではじゃあちょっとお次卵豆腐をちょっと味見てみたいと思います。もうね、まあ未開封だったんですけどもね、5日ぐらい賞味期限切れちゃっててね、過ぎちゃってて、これねうちの母が買ってきたんですよ。多分あの食欲もだいぶ落ちてきててね、卵豆腐だったらねつるっと食べられるんじゃないかと思ってね、栄養も取れるしね、いいんじゃないかと思って多分買ってきたんだと思うんですけどもね、うん、2パック買ってね、1パックは食べてたんですけども、もう1パックはね食べないままね行っちゃったもんでね、で私も賞味期限ね結構あるなと思ってて油断してたらもうね賞味期限5日も過ぎててね、よいしょ、なんか具が入ってたような気するんだけど、あ、鶏肉が入ってますね、具で。ちょっとお醤油かけた方がいいのかな、私お醤油かけたい派なんですけども、卵豆腐はお醤油かけないで食べるのが普通なのかな、私お醤油かけたいとこだけど、じゃあちょっとねお醤油かけないでこれでいただきます。うんうん、あ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですね。卵豆腐なんて子供の頃以来ですね食べるの、自分であんま買って食べないんでね卵豆腐。うん、茶碗蒸しみたいに、茶碗蒸しみたいな甘い感じではないですよね。うん、食べやすくて美味しいですね。でもお醤油かけたいなやっぱり。ではじゃあちょっとねシュワシュワ飲んでね。ではじゃあお次はまた何食べようかな、ちょっとね気になるのはねこの鮭のお寿司ね、いい寿司だと思うんですけどもね、あの鮭をこうね、なんかあのもち米かなんか使うんでしたっけ、あ、もち米じゃなくてあの麹使うんでしたっけね、ちょっとねよくわかんないんですけども、私あのうちの母がね、まあまあ申し訳ないです、うちの母がってばっかり言ってますけども申し訳ないですね、北海道出身で昔はねこの鮭のねあのいい寿司ねよく作ってたんですよ。このタケノコ入れるんですよね、この細いタケノコ入れるのがねいい寿司ね、このタケノコも美味しいんで、このタケノコも高いんですよ国産のやつは。本当に特に今はねあのクマの影響とかあってねなかなか取りに行けないんでね、山菜タケノコも高いんですよ。なんでねこれねちょっと入っててもね、こ多分ねこれだけでこの分量だけで数百円分ぐらいあると思いますよこれで。うん、ほんと高いんですよこの鮭の寿司、なかなかね口に入んないんですよ。これも美味しいんでね、じゃあいただきます。うん、うん、あ、うんうんうん、そうそう、この酢で締めたような感じのねこの味がねほんとお高いんでね、これ美味しいんですけどもね、うちの母の大好物だったんですよこれ、昔は毎年ね作ってたんですけどもね。お金かかるしね、まあ最近は作んなくなっちゃってね。では腰の乾杯ね、日本酒に合わせた方が美味しいと思うんで、よいしょ、ほんとねちょっと入っただけで、ね、何百円ってするんでね、これだけでもねちょっと結構いい金額すると思いますよ。じゃあいただきます。うん、うん、やっぱ日本酒とよく合いますよ。うんうん、あ、もう一切れ食べようかな。
美味しいな、やっぱりね。あ、なんだ、あ、これ皮か。タケノコとかも入ってればね、いいんですけどもね。ピンとか合わないな。あ、ピンときましたね。やっぱりこれ鮭のいい寿司ってやっぱり北海道が本場なんでしょうね。でと、あの北海道の隣なんでね、青森でもよく食べるんですけどもね。私も昔はそんなね食べれなかったんですけどもね、大人になってからちょっと食べれるようになったっていう感じですね。で普段はね高いんで買えないんでね、うん、うちの動画では出てきたことないと思いますけどもね。じゃあいただきます。うん、もうちょっとこうお酢効いててもいいかな。うん、もう少しお酢効いてても美味しいかなと思いますけどもね。やっぱりちょっとね高級なんでね、これ本当に。うん、ではお次はね、タバスコでね、ラスボスのエビのねグラタンにちょっとこうねかけて、エビグラタン行ってみたいと思います。よいしょ。天ぷらも食べたいとこですけどもね、食べたいとか、まあまあ食べますけども、動画の方でね、そろそろ動画の尺の方もね結構時間いってると思うんでね、これでねエビのグラタンをちょっとこう食べてね。エビ入ってるんでしょうけど、エビどこにいるんだろう。よっ、マカロニしか入っ、あ、エビ、え、どこにいるんだ、エビが分かんない。エビこのねこの辺についてますね。エビ中に入ってるわけじゃないみたいですね。じゃあちょっとグラタンのこのマカロニのところとかねいただいて。うん、あ、中ミックスベジタブル入ってますね。コーンとか人参とか、あとグリーンピースとかね。うん、よいしょ。あ、やっぱりエビはこの辺にね身がついてるんでね、この状態だとちょっとね力加減がうまくできないんで、ね、取れないかな。じゃあグラタンね。うん、やっぱりグラタンにタバスコ美味しいですよ。うん、では結構尺いってると思うんでね、今日の晩酌動画の方はこの辺でね締めにさせていただきたいと思います。ではね、コメントの方もねあれからちょくちょくまたいただいてましてね、ありがとうございます。また全部ね目通してますんでね、またあのコメント開始動画とかもそのうちまたやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。では今日のところはね、この辺で、晩酌動画の方はね締めさせていただいて、あとはまあ動画かアニメかね見ながら晩酌続きやっていきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。じゃあね、シュワシュワ飲んで、うん、あ、うちのね母の四十九日ね、あの無事終わりましたんでね、あの北海道の、ね、親戚の方も見てるかもしれないんでね、一応ご報告でね、親戚の方もね何人か集まっていただいて無事終わりましたんで、まあ、ご報告でねありがとうございました。では今日のね、晩酌動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。